なんだよね。なんか一体何が起きてるのかもう全くわからないっていう。朝のメンズ一本と初試験会一本ついてきます。テンション、ありがとうございます。すごいいい時代ですね。ありがとうございます。ありがとうございます。日本じゃありがとうございます。ニヤ県でこんだけいけるんですか。ありがとうございます。ありがとうございます。これ二人もありがとうございます。これ普通の水じゃないんだ。朝の水じゃない。朝の水じゃない。本物です。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ラスト日本らしいです。まあ握手、はい、全部買い切るんですか。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。すごい、400円でこんだけ喜んでもらえる。ありがとうございます。ありがとうございます。朝のメンツに乾杯いたしました。ありがとうございます。ちょっとテンションに乾杯いたしました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、全部、はい、大人買いしちゃったんですかね。大人買いでもないけど気分がいいですね。なんかすごい盛り上げてくれて。まああとはね、この食事に関してはやっぱこう岡山の B 級グルメだったり、まあ普通の屋台だったりもあるんですけど、なんか結構、まあ、いろいろやってますよね。学校なりし、ね、いろんなところが、ね、多摩の総合医療専門学校とか書いてますけど、ね、多摩の市、ね、コミュニティデザイン RCB。 なんか気合が相当入ってる。味はじゃあメロンで。タムケリー、岡山の選手たち。あ、そうなんですか。はい、あ、らしいです。プロのかき氷屋です。プロですね、本当に。あ、すみません。いただきます。美味しいです。ありがとうございます。美味しいです。こちらの店の。はい、たまごフェスティバル終盤です。はい、もう間もなくね、終わりますね。最後ね、音楽聴いてね、リラックスして帰ろうかなと思います。はい、はい、こんな感じでちょっと息上がっちゃいましたね。もう僕のメガネがないと終わり頃に聞かれ込んでなるほど。やす師匠ね、やす師匠なみたいなメガネをかけてメガネがないと。めちゃくちゃなんで、じゃあもう長い付き合いになるんですね。でようやく今日は念願のケバブに到達できたということで。まだメガネ見つかってなかった。あ、本メガネじゃなかったですね。はい、
YouTube、 今日は玉の子フェスティバルに取材してみましたね。この玉野といろんな地域の方の、ね、交流も含めてすごいいい部分が見えたかなと思います。僕的にはですか、いろいろこうやってね、みんな参加型っていうのがすごい良かったですね。なんかチャレンジしてみたりとかね、こう子供から大人までいろいろ体験ができるっていうところが良かったですね。僕的にはそうでした。な、若者たちもなんか今後の将来をいろいろ考えれる部分でね、あるんかなと思います。ちょっとカミカミですけど大丈夫です。はい、はい、なんでまだじゃあチャンネル登録よろしくお願いします。はい、はい、親方はその帽子欲しいってやついるんですけど、どうします、はい、僕これ結構汗かいてますよ。ではコメント皆さんありがとうございます。本当にね、ご視聴の方もありがとうございます本当に。はい、またぜひ今後もよろしくお願いいたします。はい、応援よろしくお願いします。はい、はい、じゃあそんな感じで、じゃあ次行きましょうか。はい、はい、じゃあありがとうございました。はい、失礼します。いつもスピチューブ見てくれてありがとな。これからもよろしく。